大家好，我是单车上路的导演，然后候鸟来的季节的监制李志强。那小金安二郎的片子，这部《秋刀鱼之味》，其实我已经看过第四遍还是第五遍了。那每一次看还是深深的受到感动哦。那也许大家不知道，小金安二郎其实是世界各在去年度世界各国的电影人票选出来的最优秀的导演的第一名。然后他的《东京物语》跟这一部《秋刀鱼之味》呢，是他的代表作，经典中的经典。那不管是在即使经过了五十几年，这样隽永的味道，这样亲子之间绵密的情感，都是非常经典，然后值得大家一再回味的。如果你错过了他，这一次可以到台北会有上映。那如果你已经看过了，我很欢迎大家再来回忆一次小金最经典的作品《秋刀鱼之味》。那12月13号就要上映了，欢迎大家一起来看。母亡き娘にかける父の愛情と夢が抱き抱えられるような感情の中に繰り広げられゆくドラマ、サンマの味。何？お父さんね、余計なことだったかもしれないけど、三浦君がお前のことどう思ってるか兄さんから聞いてもらったんだよ。俺にしたってお前が三浦を好きだなんてことまるで気がつかなかったしな。いや、お父さんがうっかりしてたことは一番いけなかったんだ。すまなかった。いいのよ、お父さん。そんならいいの。私後で後悔したくなかっただけなの。聞いてもらってよかったわ。そうかい。嫁ぐ日近き娘心の微妙さと限りなく深い父の愛情の推移を描いて。いくら借りたの？5万円。余計に借りたからってそんなものに使えないわよ。金は後でいいんだ。三浦の友達がね、新しいのを買ってね。私だって欲しいものあんのよ。それを我慢してるのに自分だけ勝手に何さ。庶民生活の世界を背景に人生の喜びと悲しみをユーモラスなタッチの中に織り込み、人々の善意を静かに見つめ、人生の流れを克明に綴る。先生、どうです？もう一つ。あんた方は幸せだ。私は寂しいよ。何がです？何が寂しいんです？いや、寂しいんじゃ。悲しいよ。結局人生一人じゃ。一人ぽっちですわ。まあいいじゃないですか。一つ行きましょう。映画界の至宝、小津安二郎監督が全生命的意欲を持って送る松竹映画が最高のスケールによって隙のない演技陣を駆使し、良き脚本の協力者野田光吾と共同執筆になる待望久しき人間愛のドラマ、格調高き小津芸術の感動の巨編、サンマの味。